小川家臣安政2年5月2日は、千茶道小川流の創始者、初代小川幸楽。家臣、幸楽また両方を合わせた、家臣幸楽道は、郷で、意味川、広則。京都の医者の家系の出身で、自身も官方医で、公家の御転医を務めていた。医者として、茶の栄養への関心から千茶に関心を持つようになる。時代は、 火星文化の最盛期で庶民にまで異国趣味としての煎茶への関心が高まっていたが、中国文物コレクションを自慢する当時の煎茶ブームには常々疑問を持っていたようである。独自の煎茶法を広めるべく50歳の時に医者を廃業。以後は後てに時代に築かれた苦芸人脈に支えられて煎茶道流派小川流の構築に勤しむ。この江ただ 高塚さまさみち、一条忠だから摂棺家の当主が、主なパトロンであり、他、小賀の県通り、までの工事聖望、坊城都市勝、果十寺明、広畑はじめ豊か、千草友好らとも交流があり、特に、堀川康子やとは親しく交流していた。また人阿弥陀八、青木木兵衛、第三山横山火山とも交流があった。家臣の家の南隣に、 火山が住んでおり、両者の家は後に、富岡鉄彩が引っ越して、買い潰して、書庫などになったという、ありがとうございます。